天石苔むさずのイメージ天石苔むさずとは、プブリリウスシュルスが、各現集で記した、一つの場所にも他の場所にも定着せず、常に動き回る人々は、責任や苦労から逃げているから発生したとされる、イギリスの古いことわざである。このフレーズは、より短く派生し、苔のない天石のイメージを生み出した。そして、現代での、その道徳的意味は、人気曲の、パパワズは、 ローリングストーンで使用されるような風雷棒のイメージから過剰な定着からの自由といった、より好意的なイメージへと分岐していった。このことわざは通常ラテン語で、サキサムバルタムノンアブジュシッター息子と表記され、このフレーズはプブリリウス・シュルスに帰属するとされているが、シュルスの編集した作品には現れず、期限は定かではない。書出の文字としては、1023年頃、 リエージのエグバートのラテン語の作品集、フェカンダラティスの182巻に記載された、アッシズエノンサクサリガントバルベンシャムスカムである。1500年頃、イギリスで出版されたエラスムスのアダジアにより、広く知られるようになったが、これはエグバートの作品から500年後であり、起源ではない。また、エラスムスは、このフレーズをギリシア語とラテン語で広めた。フレーズは、 ムスコラピスビルートゥーズフォードアブジュシッターやムスコラピスビルートゥーズフォードアブボルビッターとも綴られる。標準となった英訳は1546年のジョン・ヘイ・ウッドの格言集でエラスムスの言葉として初めて登場した。ブルワー,ー英語古事聖語大辞典でも同様にエラスムスに帰属され他のラテン語のことわざ プランタクはエッセイピアス・トランスフォータス・ノン・コアレシット、エッセイピアス・プランタタ・アーバー・フルークタム・プリファート、イグジグームと関連付けられている。その後アメリカでは、1721年に、ジョン・ワイズの A ワード・オブ・コンフォート2、ーメランコリー・カントリーで初めて引用された。19世紀までは、苔のないことは、悪い結果であると、苔を良いものだとする考えが多く残っていた。 1825年のスコットランドの時点では、財産の有無にかかわらず、困窮した人を支援する準備ができる評判の良い。紳士は彼らがいつも苔の日と呼んでいたものを求めており、寄付金のためにそれを延長することもできた、と言及している。その後、このイギリスで主流とされる意味から、苔のないことが良い結果であるとするアメリカで主流と、 される解釈へ広がりを見せた。この苔の捉え方の違いについては、伝統を重んじる保守的なイギリスでは、時間をかけて形成される伝統や風格を投影し、自由を尊重する、改革的なアメリカでは、悪しき風習や慣例として連想しやすく、文化的背景により正反対の意味となったと考えられている。このフレーズは20世紀初頭のイギリスで人気があった。 児童文学作家、アーサー・ランサムが1930年に出版した、ツバメ号とアマゾン号では、ローリングストーン諸の雑多な苔というフリント船長の回想録が、盗難され、最終的に変換される出来事が重要な物語を、形成する。1940年、JRR トールキンの、王の帰還では、ガンダルフが、トム・ボンバディルに、は、苔の収集家で、 私は転がる運命の石だった。しかし、私の転がる日々は終わりを迎え、お互いに多くのことを語ることができるだろう。と語った。SF 作家ロバート・ A ・ファインラインの1952年の小説、宇宙の呼び声は、家族が冒険とお金を求めて、太陽系全体を旅する物話である。祖母のヘーゼルストーンは、宇宙船を購入するシーンで、定着しない。 生活の始まりの正当性について、この都会の生活は、私たちを苔で覆ってしまうと語った。また、宇宙船は、ローリングストーン号と命名され、このフレーズが、物語全体を通じたテーマとなっている。1915年、組合活動家のジョーヒルの遺言は、私に、縁のある人は、騒いだり嘆いたりしなくていい、苔は天石にしがみつかないと、 歌の歌詞として記述されている。ハンク・ウィリアムズの失われた道しるべは私は転がる石、孤独で迷っているの一文から始まっている。その後、このフレーズから影響を受けた曲では、ローリングストーンのメタファーが用いられるようになったが、その多くで固形の言及は省かれている。1950年、ブルースのレジェンドであるマディ・ウォーターズが収録した、ローリングストーンは、 ローリングストーンズのバンド名や、ボブ・ディランの1965年の曲、ライクはローリングストーンへと影響を与え、これらが雑誌、ローリングストーンの名称へも波及していった。1971年には、テンプテーションズが、パパ・ワズ・ア・ローリングストーンをリリース。ドン・マ・クリーンのアメリカンパイでは、もう10年も自分たちだけでやってきた、転がる石には、 苔がびっしり生えていると苔への言及へと回帰した。ありがとうございます。